優先株式とは利益もしくは利息の配当または残余財産の分配及びそれらの両方を他の種類の株式よりも優先的に受け取ることができる地位が与えられた株式である。優先株式は普通株式よりも低リスクで謝罪よりも高リスクでありそのようなメザニンファイナンスを好む投資家向けに発行されることとなる。これに対して上記の場合に 劣後的取扱いを受ける株式を劣後株式といい、標準となる通常の株式を普通株式という。利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式は配当優先株式といい、優先株式の一種である。配当優先株式は、株式会社が優先配当を行って、なお分配すべき、配当金が残存する場合に普通株式とともに、 配当を受けることができる参加的優先株式と、それができない非参加的優先株式がある。また、配当金の不足により優先配当を受けられなかった、年度の不足分について、次年度以降に優先的に配当がされるものを、累積的優先株式といい、されないものを非累積的優先株式という。これらの組み合わせにより、様々な優先株式の設計が可能となる。 優先株式は各種の優先的取扱いをすると同時に他の種類の株式への転換を認めたり株主総会における議決権に制限を加えることができる。例えば利益配当を優先しつつ議決権を制限した株式は株式会社の支配関係に変動を及ぼすことなく新株発行による資金調達を行うことができるので社債の代替物として利用される。 これは支配関係が変動しない以上、もはや本来の意味でのエクイティファイナンスではない。非参加的優先株式で議決権を完全に排除したものは、社債にさらに類似する。IFRS では、優先株に基づく発行会社の義務の内容が固定的なものである場合には、純資産でなく、負債として計上されることとなる。また、大企業及び都市銀行が発行し、 同じく大企業及び都市銀行並びに政府が保有している場合が多い。優先株式の発行が自己資本比率を高めたり公的資金の注入を受けたりする目的で行われるためである。このように再生目的で優先株が活用される場合には一定期間の再生期間を経て普通株式に転換する設計が一般的である。従って 転換可能時期到来に伴い、普通株式の株価への影響を考慮に入れる必要がある。普通株式への影響を避けるため買い戻し系を付与されている株式も存在する。金融機関の優先株式の場合、普通株式への転換がなされる場合、何かしらの経営責任を問われるというケースが多い。ありがとうございます。